どうもこんにちは、ウロンです。今回は先日発売されましたデュエリストパック明暗のデュエリスト編に出たカードを使ったラーの抑止流のデッキ、こちらを作ってきたのでやっていこうと、回していこうと思います。ほんで対戦相手の方はこの方です。自己紹介お願いします。どうもこんにちは、一応新キャラの今どうです。基本的にこの動画では負け役として登場します。自分で負け役とか言うんだ。いやだって君が負け役として僕を生み出したんでしょ。まあそうっちゃそうだけどさ。いやちなみに声それでいいの？うん、これにしてくれって、あの闇の上的な感じにお願いって言った。それ伝わらんよ多分。そうかな。最初はグー、じゃんけんポン。じゃあ俺先行取ろうかな。元気がしかしらしいね。そういうこと言わないでよ。じゃあお願いします。します。あ、ちなみにそっちに何使うん？ジェネレイドだよ。うーす。じゃあ俺ターンいきます。バブ文章かなんかある？特にないです。じゃあそのまま効果発動しますよ。なんかありますか？ない。よし、じゃあ1枚引いて、その後手札1枚をボトムかトップに仕込みます。こいつトップ置きます。はい。じゃあ真実の発動します。宣言はクリッターです。デッキトップが今宣言したカードであれば、そのカードとデッキの中の神のカード1枚を手札に加えます。なんかある？ないよ。落とし当たんだろ。どうでしょうね。ほい、はい、クリッター当たりました。なんでこれ手札に加えながら、デッキから神のカード1枚を手札に加えます。いや、ここで手札に加えるカードはあれかな、ラーの抑止流スピアモードかな。はいよ。じゃあカード1枚捨てて、そのままターン終了かな。じゃあ僕のターンですね。ドルフェイズ、どうしよう、スタンバイフェイズ、モニフェイズ、どうぞ。手札からオルフェゴールギルス召喚します。はい、じゃあそのまま国家使いたいです。ぼちぼやしたいよ。流れそれはね、テーラーっていうかな。じゃあ、したいな。いいよ。よし、じゃあ改めてデッキから生物カード墓地に送るわけなんで、ここで生物生涯を墓地に送っていきます。はい、とりあえずまだカットいいかな。じゃあ、あれね、ディレクトのマイクの方か。じゃあ、G で。じゃあ、俺もウララって言うしかないかな。あ、じゃあ、それはね、墓穴っていうね。うん、除外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 。とりあえず除外されて、はい、トークンは生まれるよね。うん、生まれる生まれる。はい。トークンプリーズ。じゃあ、はい。この場と、父の場に1枚つけて、はい。じゃあ、どうします。そうかなぁ。バトル入っちゃうか。とりあえず、トークンに当たって。あります。じゃあ、ネギス入ります。よ、手札のカード1枚伏せて、はい、これ以上展開して引かずになるのでね、とりあえず、カットしてもらっちゃおう。もう展開しない、そのままターン終了。じゃあシャーなしだな。俺がターンをもらうしかないようですね。はい、じゃあ私のターン、ドルフェイズ、はい、スタンバイフェイズ、メインフェイズまで。あー、どうしようかな。とりあえずクリッター召喚でさっき超えたからね。いいよ別に。そしたら、この2体使って、リンク召喚。はい、出てくるのはリンク2の、このトレメアフェニックスです。はい、なんかある？何もなければいろいろ効果使いたいけど、そしたらチェーン1、墓地のクリッター、墓地に送られたクリッター、チェーン2がトレメアフェニックスですね。コストが手札のガーディアンスライム、対象がバックのカード。なんかある？じゃあチェーン3でスキルトレイン発動かな。マジか。ジェネレイド対象いいから。とりあえずクリッターの効果の処理だけしちゃおう。デッキから火力1500以下のモンスター1枚を手札に加えます。およ、しゃーなしだな。ここクリッターだな。クリッターでいいの？まあガイドとかねって言いたいんだけど、結局スキドラやからね。そしたらガーディアンスライムの効果発動します。何がありますか？その子は一体何をする？このカードはですね、手札か場から墓地に送られると、自分のデッキからテキストにラーの抑止流の名が記されている魔法カバーの1枚を手札に加えます。まあいいんじゃない。じゃあお言葉に甘えて、デッキからこっちも新カードの千年の啓示を手札に加えます。どの子が持ってる？使うときに話すわ。あ、うん、バトル入ります。フェニックスでギルスにアタックしたいな。わかる？特にないで使います。100点ダメージかな。そのままエンドで。じゃあ、僕のターン、ドローフィーズ、はいよ。スタンバイ、なこれないな、2フェーズまで。うん、リンク先あるんで、手札から真珠のパラディオンを特殊召喚。はい、そしたらですね、この2体でリンク召喚をしてみましょうかね。出てくるのはどうしよう、リンクリア。はい、はい、なんかある？ないよ。そしたらどうしようかな。とりあえず手札からロットル召喚。なんかある？ないよ。うん、何もなければそのままロプトルの効果を使いたいな。うん、ロプトルの効果発動。このカード自身をリリースすることでデッキからジェネレイドモンスターを特殊召喚する。なんかある？特にないですね。よし、じゃあデッキから一番攻撃力の高いトドロキのジェネレイトハールを特殊召喚します。スキドルの影響を受けずに出せるって強くない？うん、まあ、だからスキドルと合わせたんだけどね。そっか。じゃあバトル入ります。よ、ハールでフェニックスに当たってもらいます。じゃあリーブでダイレクトします。それもいけるか。3100ダメージ。うん、じゃあこのままメインフェイル2入って、
ターン終了で。はい、じゃあ、私のターンドロー。スタンバイフェイズ、メインフェイズ。さすがに今回ラーの起動きついんじゃね。レフラグっすよ。え、クリタ召喚流れないよ。じゃあリンク召喚します。出てくるのがサラマングレーとアルミナーです。墓地を送られたクリットの効果発動します。デッキから持ってくるよ。なんかわかる？どうぞ。じゃあ、今回持ってくるのは真珠のパラディオンかな。まあまだ触るんでカットっていうか、まあ特に何もなければこのまま勝つんでカットいいっす。強気だね。じゃあ私もリンク下げるんでこいつ得意召喚します。なんかある？うん、なんもないよ。じゃあイニシの呪文発動。デッキからラー加えつつ、神の召喚権が1回増えます。完全にご都合主義カードじゃないかよ。じゃあ、そのままラーの抑止利用手札に加えつつ、神の召喚権が1回増えました。どうぞ。手札から千年のゲージ発動します。そのまま効果。手札から神のカードを切ることによって墓地かデッキから死者を捨てを手札に加えます。 OK? OK。 じゃあ、そのままデッキから手札に死者蘇生を加えてやって、たらまあ、そのまま使おうか。墓地に存在するモンスター一体を蘇生します。対象はこの子かな。ガーディアンスライフ流れ。まあ特に防ぐ変わんないね。じゃあ特殊召喚します。よっ。したらね、まあ神の召喚権が増えてるので、この場の3体をリリースして、よ、出すのはラーの抑止流スピアモードですね。あ、そっち出すんだ。わかる？いいよ、別に何もない。何もないなら、墓地のガーディアンスライムの効果発動したいです。どうぞ。今度の、こいつの効果で持ってくるのは太陽神合一さね。トラップカードもあるな。一応あるよ。じゃあ満を持してスピアモード効果リリースしてラー特殊召喚します。何かありますか？何もない。てかそっちもスキドリかぐぐってんじゃん。たまたまだよ、たまたまスピアモードだけに。そうだね。ちなみにこの効果で特殊召喚したラーの報酬は4000です。じゃあカード1枚伏せて、自分の場にラーがいるから発動。これ場にラーがいると伏せたターンにもオープンできるって効果持ってます。でそのまま効果発動します。自分の場に特殊召喚されたラーがいるならば、自分のライフを100になるように払うことで、その払った分だけラーの火力が上がるよと。なんかある？なんもないっすね。レプラなんでこいつの攻撃力が、今、8800ポイントになりました。はい、 OK。 じゃあバトルそのままいくけど、なんもない。よし、じゃあ、バトルフェーズに入ります。ドラーの抑止流で、リーブに向かって攻撃。まだ死なないんじゃね？と思うじゃん。手札から一滴発動。コストケージで、リーブの火力を半分にしたい。いいよ。じゃあそのまま、攻撃続行です。もらいます。ありがとうございました。ついにあれか、ラーは自分の能力を使わなくなったか。そうだね、まあ、今回使わなかったけど、イニシエの呪文も墓地効果でラーに打点を付与する効果持ってたりするから、そうだね、実は結構ラーも効果使わずとも打点作れたりする。そのカードご都合主義だよな。本当俺もねそれは思う、まあ、今回のそのラーのカードたちって割と、なんだろう、アニメでラーが持ってた効果をこう各カードに分散したっていう感じになってる、完全ワッショイだよね。そう、本当にワッショイ。なんか自分の力使う気ゼロって感じ。まあ、この動画で使わなかったカードとか、使わなかったカードとかの効果は、それで話していきたいと思うので、よければチャンネル登録とかお願いします。お願いします。ということで、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ウーロンでした。今度でした。バイバーイ。バイバーイ。